方についてご紹介します。写真の撮り方、動画の撮り方、写真・動画の見方、QR コードの読み取り方について説明いたします。まず写真の撮り方について見ていきましょう。ホーム画面からカメラアプリのアイコンをタップします。タップとは画面をトンと軽く触ることです。画面が切り替わり、撮影画面の下に撮影モードが表示されます。撮影モードが写真の時に、シャッターである下の白いボタンを押すと写真を撮影できます。2本指で画面に触れながら間を広げると画面内を拡大することができます。反対に2本指で画面に触れながら間を縮めていくと画面内を縮小して広い範囲の撮影ができます。また撮影中に画面上の自分の好きなところをポンと軽くタップすればピントを合わせることができ、明るさも自動で調整してくれます。次に動画の撮り方です。先ほど写真を撮った撮影画面の下に写真、ビデオなどの撮影モードが並んでおり、この中にあるビデオをタップします。下の丸いボタンが赤い丸のついた撮影ボタンに変わりますので、タップすると動画の撮影が開始されます。撮影中は四角形の撮影終了ボタンが表示され、画面の上には撮影時間が表示されます。動画の撮影中には右下の白い丸をタップすると同時に写真を撮影することもできます。写真・動画の見方についてご紹介します。撮影した写真や動画は自動で保存され、カメラアプリを使っている間は右下または左下にある小さい画面をタップすることで確認することができます。画面を左にスライドすると前の写真や動画も確認できます。スライドとは画面に触れたまま指を滑らせることです。右にスライドすると次に撮った写真や動画を確認できます。撮影した写真や動画はフォトアプリからも見ることができます。ホーム画面からフォトアプリのアイコンをタップします。一番最近に撮ったものが一番上に表示され、下に行くほど古いものという順番で並んでいます。見たい写真や動画をタップすると大きなサイズで確認したり動画を再生することができます。最後にQR コードの読み取り方について説明します。チラシやポスターなどでもよく見かける QR コードを利用するとインターネットの URL を自分で入力せずに素早く簡単に開くことができます。 QR コードはカメラアプリを使うことで簡単に読み取ることができます。
まずカメラアプリを起動し、読み取りたい QR コードにカメラをかざします。すると画面上部または下部に読み取り結果が表示されますので、それをタップすれば簡単にページを開くことができます。以上、カメラの使い方についてご覧いただきました。